はい。ダイワピアラブです。アニメ、おじゃる丸の作者の犬丸林さん48歳は、吉祥寺の自宅マンションの14階から CIA に突き落とされて殺されています。こちらが、 当時の報道になります。このマンションが犬丸林さんの自宅マンションになりますね。おじゃる丸の声優の小西ろ子さんがおじゃる丸の作者の犬丸林さんは NHK プロデューサーや スタッフからパワハラを受けていたとツイートをされていました。おじゃる丸の声優だった小西ひろこさんも勝手に自分の声が無許可で NHK に使用されて商品が売られていたことを NHK に伝えると NHK から同活されて声優を 解雇されてしまい、芸能界から干されてしまったことを告白していました。また、その件から CIA から工作員を大量動員されて、ネットでの誹謗中傷もされていました。どうやら CIA は参加の NHK を使って、 おじゃる丸利権を作っていたようです。そして、おじゃる丸の作者の犬丸リンさんも、その CIA のおじゃる丸利権のキーマンとして殺されてしまったそうです。CIA は、この時は犬丸リンさんに遺書を書かせてからマンションの 屋上から突き落としておりますこの遺書を書かせてから殺すやり方は、伊丹十造監督の時や、日西銀の本間社長の時も、同様の CIA の定番のやり方なのです。えー、今現在ね、NHK をぶっ潰すって言ってるね、あの N 国党の えー、立花隆さんもね、NHK 時代に、えー、紅白歌合戦のね、NHK プロデューサーのその、利権だったりね、えー、不正っていうものを第三者委員会で、えー、追求していってたんですよね。うん。で、NHK プロデューサーから、えー、どんどんね、チーフプロデューサーなどこう、それぞれ渡って、 って言って、利権を追求していってると、そのね、キーマンが次の日に東京湾に浮いていたっていうことがあったらしいんですね。うん。で、その後ぐらいからね、立花さんももう、えー、合 i 側のね、視覚から、死角からどん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 こう、狙われることになって、ホテルを転々とされてね、えー、もう、なんとかに、 逃げていくという日々をね、過ごしていたということをおっしゃってましたね。うん。で、立花隆さんもね、もうその時まではね、そういった CIA の背後に CIA がいて、えー、NHK のね、都合の悪いことをすると殺されるなんていうね、そういう話は陰謀論の類だと思ってね、一切信じてなかったらしいんですね。うん。 で、立花隆さん自身もそういう陰謀論っていうのは嫌いだから、もうそんなのは信じないと思ってたんだけど、実際にね、NHK の不正などを追求すると、本当に東京湾に浮いているというね、そういうことがもうあったのでね、もうこれはもう CIA の背後に CIA がいてね、じゃあ NHK の背後に CIA がいてね、あの、不正を追求すると殺されるというのはね、これはもう陰謀論でも何でもなくてね、 本当に事実だということをこう身に染みたということをね、おっしゃってましたよね。うん。なのでね、えー、この、えー、おじゃる丸の作者の犬丸りんさんもね、この NHK によるおじゃる丸利権ですよね、うん。まあその背後には CIA、イルミナティがいるという構造があるんですが、そのね、利権に巻き込まれてしまったっていうことですよね。 うんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。